ウクライナの人たちは、とりわけ男性はね、誇りを持ってレジスタンスやってる、で侵略軍と命をかけて戦ってる、でロシアの民衆に対しても一緒に団結してプーチンを倒そうというふうに呼びかけて戦うべきだと思う。そうやってこの侵略者プーチンをね、全世界の労働者が団結して、ロシア人とウクライナ人が団結して、民族や国境を越えて打ち倒すべきだと思う。今侵略戦争が起こっているんだというふうに思います。ウクライナの未来はウクライナ人が決めます。ロシアにプーチンにとやかく言う権利はありません。ウクライナはウクライナ人のもの。ウクライナの未来はウクライナ人が決めます。ストッププーチン、ノーウォー。プーチンは戦争をやめなさい。ロシアの人とウクライナの人が団結してプーチンを倒せ。戦争反対。